中村愛チャンネル。さよなら。すごーい。さあ、ということで今回は初めてステーションワーク合ってる？ステーションブースというところに入ってみました。なんか結構 JR の改札とか中とかに備えられてて気になるとか思ったんですよ。で、満を持して今回登録してみました。あれ？結構防音じゃないんだね。結構音するね。私結構防音かと思って入ってみたんですけど、結構音がしますね。あの会員登録をして今回入ったんですけど、めちゃくちゃ簡単で登録。 JR の交通系、私だったらスイカの後ろにある数字を入れるだけなんですね。おー、そしたらピッピッピッってできます。もちろん名前とかも入れるんですけれども、大した手続きはなしでこのブースを借りることができると。カラオケとかで撮ったりとかするのもいいかなとか思ったんですけど、まあ、私ってまあ地域じゃないですか。カラオケって30分安いけどドリンク代がかかるから結局ちょっと高いじゃんと思うの。ここは、30分で300円ぐらいかな。なのですごくいいかなと思っております。涼しいし、なんだか漫画喫茶みたいです。すごい。ちょっと暑いんですけど、おお、スイングとか、どっからか音がしてる。あ、ここだ。24度。ここで勉強。デスクファン。はあ、風来てます。面白い。おお、照明があった。こんな暗くもできたりします。今このコロナ禍でね、まだ続くと踏んだんでしょうね。 JR 東日本さんが、まあ、いろんなところにこれを作っているんですけれども、もうこれがあるとズームとかそういうなんかあった時のあれがいけそうですもんね。いや、いいですよ。デスクファンもあって、ほら、妖精たちが夏を刺激する。イエーイ。はい、という感じです。ということで短いんですけれども、なんか意外と案外ね使えて、あと何よりもなーん、コンセントもできるってってる。これもすごく楽だし、モニター、あ、そう、これも見られるんかな。あ、パソコン？え？ご利用時間終了5分前となりました。ご退出の準備をお願いします。はい。声までなんか JR の駅員さんみたいなアナウンスでしたね。ご退場5分前となりました。ご退場の準備をよろしくお願いします。どこ見てんね。ご利用ありがとうございました。お忘れ物にご注意ください。ご利用ありがとう。